カオデフィラデ・サン・ミュゲルとは、ポルトガル領のアゾレス諸島原産の牛を犬である。単に、ミゲルと呼ばれることもあり、頭が良いためインテリー・モロッサーという別名も持つ。移民がアゾレス諸島に連れてきたマスティフタイプの犬種やブルドックタイプの犬種が元になっていると考えられている。大陸から隔離された環境下で、それが根結して犬種として固定され、 長い間純血を保つことができた。1800年にはすでに犬種としての存在が確認されている古い犬種で、かつては刀剣として使われていたが、刀剣が廃止されてからは、後尾犬や番犬として使われるようになっていった。子犬は滅多に外国に輸出されることがないため、ほとんどのミゲルはアゾレス諸島内で飼われている。ドッグショーでもあまり見かけられない珍しい犬種である。 なお、フシーには1995年3月に仮公認された。モロシアンタイプであるが、皮膚のたるみはなく、マズルも太く長い。足も長くて、全身の筋肉がよく発達している。スムースコートであるが、電部等には飾り毛がある。垂れ耳、ふさふさした垂れをだが、耳は他の犬種では、例がない、丸い形の立ち耳になるように、断耳され。 尾は短く段をされることもある。毛色は、ブリンドル、ホーン、グレー。体高はオス56から60センチメートル、メス48から58センチメートルで、体重はオス25から35キログラム、メス20から30キログラム。性格は知的で冷静、忠実で物覚えが良い。しつけも、一般家庭での訓練が可能だが、かなり多く運動量を必要とする。 ありがとうございます。